イルカ選手残り340ヤード4ユーで200でレイアップします。うん、言われた通りナイスショット。8番アイアン140ピン左5ヤードから、うん、筋ってます、近づいてます、ナイスショット、ありがとうございます。最低30センチは切れます、下り、お、いい感じ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 、おー、ナイスバーディー、読み切りました、下りフックライン、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ライン米3日目調整ラウンド、はい、トーナメントコースでしたが、なんと4バーディー1オーバー、はい、ということで今日はどんな感じだったでしょうか。良かった点、悪かった点、気をつけてその後10分間練習した点、その辺のところを教えてください。はい、まず良かった点は、あの先ほど竹内さんのおっしゃった通り4バーディー取れたことがすごい良かったなと思ってます。まあ、そのうち3つがパー5の3打目でしっかり寄せ切ることができたので、まあ試合の時にもパー5の3打目はしっかり寄せてバーディーを取れるように頑張りたいと思います。で、課題点は今日は少し、まあ、調整ラウンド1日目ということで、まあ、ドライバーがあんまり良くなかったので、まあ、その辺はこれから残り3日間の練習ラウンドで調整していけたらいいと思ってます。ちょっとアイアンがこう右にちょっと吹け気味だったけど、あ、それはあれですね、あの傾斜が、あのつま先下がりの傾斜で、お、傾斜の問題だった13番、はい、そうです、うん、あれはこう何ですかね、日本にはない感じだったので最初全然自分でも感覚がつかめなかったので、お、まあ、今日はすごいそういう意味でも良かったなと思います。パットも良かったよね。パットすごい良かった、バーディーパットが結構 3,4 メートルぐらいのバーディーパットで、うん、はい、パットがいい感じで、よくで、ドライバーもなんか最後の方はなんかあの気持ちよく打ってて、うん、はい、アイスショット続いてたし、少し打つ良くなって、な期待が持てるような、ラウンドでした。で、明日はアーノド・パーマ、はい、練習ラウンド一緒に行きましょう、はい、ということで今日はご苦労様でした。ありがとうございました、はい、いよいよ公式練習ラウンドの始まりです。今日はアーノド・パーマー10番スタートです。フェアウェイちょっと右ですが全く問題ないでしょう。セカンドショットファーストホール140ヤード。ピンに向かってピンの左、ナイスオン。バーディーパットです。スライスライン。ああ、曲がらない。曲がらなかった。練習ラウンドですが、ちょっとした緊張感が走っております。よいしょ、すじってるよ、あ、12番セカンドショットです。ああ、ちょっとオーバーしてバンカーに入ってしまいました。うん、よいしょ。さあ、いよいよ QT が今日から始まります。今朝の6時半です。今日のスタートは7時20分、ダイナショーは10番ホールスタートです。おはようございます。
はようございますあの QT 初日でこれからあと1時間後にスタートします。すごい楽しみもあり、まあ、もちろん緊張もあるんですけど、まあ、その緊張感を味わいながらしっかりやるべきことをやっていきたいと思います。よく寝れた？ぐっすり眠れました。9時に寝ました。はい、本当に今日は頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、いっぱい調整してくださいけど、ね、頑張るぞ目指す5アンダー5アンダー目指すぞ。トーナメントリーダーだぞ。トーナメントリーダー、はい、頑張ってください。頑張ります。QT 当日です。時間は朝の6時35分、6時35分ですが、今日はティータイムは7時からです。世界中から325人のプロの卵がミッションヒルズに集まってきています。こちらはピート大コースです。今回は使われません。昨日プレイしましたがコンディション最悪でした。ここはチッピングの練習会場です。ユリカ選手、反省点を踏まえてパターの練習をホテルでしております。やってます。やってます。明日はアンダーパーです。明日はアンダーパーこれはそうですね。今日の反省点は何でしょうか。今日の反省点はパットかな、やっぱりパターですね、はい。だってビチビチにだって決まってたじゃん、アイアン結構4ヤード以内からバディパットが打てるねえ、あれが多かった。あれがちょっと入らなかったのがちょっと悔しいよね。悔しいです。うん、なんか90点ぐらいだったよね。ドライバー&セカンドショットは、はい、やっぱりアプローチパットでちょっとかなみたいな。そうですね、うん、でまあダイナショーで2オーバーっていうのは、まあ、全然予選通過範囲だし、はい、まあ、問題ないし明日勝負だよな。明日大事ですね結構、うん、ここで明日やっぱりちょっと2アンダーくらいを目標に頑張ってほしいなって、はい、そんなにあのかしこまらなくていいよちょっとパターの練習してて、パターの練習話を聞きながらパターをするのは失礼かなと思って、うん、いやいや大丈夫だパターの練習して、はい。何に気がついた。ちょっと構えがいつもより変わっていたので、うん、そこはラウンドの後竹内さんにビデオを撮っていただいて気づくことができました。そう、はい、気が付いたんだ。あれで3方向からのやつ。そうです、撮っていただいたので、正面後ろ前からみたいな。そうです、前から。あ、そうなんだ。でちょっとこれもちゃんと撮って話ですけど見てもらうように。うん、いい絨毯です。素のゆりかです。素って何ですか。素のゆりかですリラックスモードです、リラックスモードで化粧してませんねえ、すっぴんですなんてことをおっしゃるんですか。しかもメガネです。メガネがいいっていうファンもいるかもしれないよそれはすごいコアな方かもしれないこのメガネがいいっていうファンがいるかもしれない録画言ってます、はい。宮里藍はテイクバックを早くしないために1分かけてテイクバックする練習をしていたというところを、なんかちょっとゆりか選手感じちゃって、ちょっとやってみます。1分かけてやってみます。測って、はい、いきます、はい、はい、測って
テイクバックゆっくりしてください。テンポが大事です。1分かけて、1分ってそういうもんだよな。ちょっと遅すぎないそれ。それ遅すぎないよね。今何秒ですか。何秒ってこう 出ないよね。出ないんですか。誰か測って、ね、ちょっと出ないよね。ちょっと待って、こういう練習してたんだ宮里真弥は。すごいですね、うん、でトップ見て、トップ大丈夫。うん、どこ向いてるか分かんないですよ。トップ大丈夫。もう動かない。これで終わっちゃいました。おお、こういう練習をしてたんだ宮里藍は。ワールドランキングナンバーワンになった女子、宮里藍はこういう練習をしてました。もう1分どうでしょうか。明日につながるでしょうか、谷田選手。ちょっと分かんない。いや、分かんない、分かんないです。分かんない。これ自分のこの距離感とか、うん、開け方が分かってないとできないんですね。初めてやりましたけど。そう、どんな感じだった。もう一回やります。マチコさん厳しい。そんな興味出てた。大変だよ。さっきもできてたけど、もう一回ね。いい。鬼監督がいました。鬼監督がもう一回やらせてます。いいですか。はい、お願いします。はい、スタート。まあ、だからよくポスチャーとか姿勢だとかなんかよく分かっていいかもしれないよね、こうやってゆっくりやるのね。そうですね、自分のなんかその20秒、うん、クラブの位置がどこにあるのかとか、はあね、どこにどの時点でどこにあるのかとかよく分かっていいのかもしれないよね。30秒。うわ、すっごいきついです。愛ちゃんこれ何回も練習してたっすだよ。だって彼女のスイングってさ、すごいゆっくりじゃん、50秒、8、7、6、5、4、3、これで1分、おお、ありがとうございます。すごいねこれね。これ愛ちゃんの練習方法だって。そうですね。もう、すっぴんのゆりか選手です。こっち後ろ僕。試合の時も別にすっぴんです。ねえ、本当。そうです。あと汗でね、あれなんで。本当。化粧してんの？朝してたっけ？してない。してないよね。すっぴんだよね別に。しなくてもいい。すっぴんでも可愛いじゃん別に。でしょ？うん、いいじゃん別に。ちょっと恥じらいを得てるゆりか選手でした。はい、今日は2日目が終わりました。はい、ご苦労様でした。ありがとうございます。暑い中、なんと今日の気温は47度。暑い暑い。今日は18ホール47度の中、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと出だし、うん、怪しいところがあってちょっと不安になりましたが、こらえた、こらえて、こらえたラウンドでしたが、はい、今日の反省点、良かったとこ等聞かせてください。はい、今日は最初前半で一時期2オーバーまで行ったんですけど、なんとか最後にイーブンで回ってこれたのはすごく良かったと思ってます。と全体的にショットはまあ安定していて、まあ、バーディーパットをすごく多く打てた一日になりました。まあ、その中でもパットを決めきれなかったのが悔しいし、まあ、アンダーでも回れるぐらいのショットではあったので、まあ、明日に向けてパターを頑張りたいと思います。昨日今日で今日だけだっけ、8、4メートル以内や8回、今日だけ。はい、そうです。でそのうちなんか3回ぐらい舐めたよね。そうですね、なんかこう自分の中でもラインが
読めなくて、まあ、しっかり決めて打って、まあ、打ちたいところに打ててたんですけど、まあ、それでもこうラインが合わずに決めきれなかったです。そうやっぱりちょっとパッとイズマネーって言うけど本当パッと次第で今日はスコアが3つも4つも違ってたようなあのショットはいいラウンドだったよね。そうですね、まあ、昨日も今日もショットはかなりいいんじゃないかなと思ってます。でということで現在2日目を終わって120位タイ2オーバー、はい、出場選手は325名、棄権した選手もいますが、300名以上のプレイヤーが今回カットを目指して必死に頑張ってるわけですが3日目でカットがあります。125位タイよりいい人たちが最終日のトーナメントコースに進めます。で、谷田選手は現在のところ120位タイ2オーバーということでカットラインギリギリのところにいますが、目標は2時のフロリダに行くことなので、はい、明日のインディアンウェルズ目標スコア、まあ、実際に必要になってくるのはイーブン以下で待ってくれることだと思う。そうだね、1アンダーとか2アンダーぐらい行ってくれるとなんかこうフロリダが近くなるかなみたいなそうですね感じかな、はい、でもなんかチェックしてるとその選手の成績をチェックしてるとやっぱりインディアンウェールズが一番スコアいいみたいね。そうあの平均的にはね、まあ、距離が他の2つのコースに比べて少し短いかもしれない、うん、だから一番最後にインディアンウェールズが残ってるのは残ってる状況で今120位ってことはまあ比較的優位かなっていう感じもするんで、ポジティブポジティブに考えて120位じゃないかな、100は125位タイかで、フロリダは95位だからやっぱり明日まあ1アンダー以下で最終日トーナメントコースイーブン以下、これがなんかこうマストになってくるような気がしてます。頑張ってください。頑張ります、はい、で明日の抱負というか注意点はインディアンウェルズ回って1回連ランで回ってパー3がかなり距離が長くて、まあ、ユーティリティやロングアイアンを使うショットがあるんですけど、まあ、本当にバンカーが多いので170前後、そうですね170前後で、うん、まあもう全ホールバンカーがグリーンの左右手前にあるので、お、まあ、しっかりあの縦距離を合わせていけたらチャンスが増えるかなと思ってます。で距離的には何パー4とかパー5はそんな長くないんだ。そうですね、うん、あのセカンドはこの2つのコースよりは短かった印象があります。そうということでじゃあ明日はパターが噛み合って爆発するということを期待して、朝一スタートなので早く寝ましょう今日は早く寝ますということでお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、今日で3日目、はい、予選が終わりました。はい、なんとなんとゆりか選手今日は4アンダー6バーディー1ダブルボギーは言わない方がいいけど1ダブルボギーでなんと6つバーディーを取ってパットが今までの憂さを晴らすように入りまくっていましたということで今日のラウンドを振り返ってコメントお願いします。はい、本当に今日はおっしゃった通りあの6バーディー取れたのがすごく良かったと思います。今まですごい本当にラインが読めなかったので今回はラインをしっかり読み切ることができてあの決められたのですごく嬉しいです。なんか今日髪が合ってたよねパッとすごい今までなん2ラウンドでこそばゆいというかなんかそうですねバーディーチャンスがありながら10ホールぐらいありながら
全然取れなくてなんかちょっとイラッとしてたのが今日でなんか解消されたような会心のラウンドで、なんと昨日2日終わった段階で120位だったのがなんとなんと48位タイ、72番も成績上げておめでとうございます。ありがとうございます。ということで大事なのは明日なんですが、明日の抱負、トーナメントコースの抱負よろしくお願い、あと目標スコア何をしたらいいかお願いします。はい、目標スコアは常にイーブンで回りたいなと思っているので、しっかり明日はイーブンで回りたいと思ってます。はい、まあ、イーブンで回ったら絶対にフロリダ行けるよな。そうですね、はい、本当難しいコースなので、はい、ちなみにですね、3日目までのカットは125位タイまででカットはしました。ということで最終目標、今回の最終目標は、二次試験のフロリダに行くことなので、フロリダは95位タイです。で現在、ゆりか選手なんと48位タイです。ということで明日イーブン出したら、トーナメントコースの平均スコアは明日出れる選手が125名ですが、多分1オーバーか2オーバーが平均になると思うので、イーブン出したら絶対にいけると思います。ということで、注意ホールは、まあ、やっぱり後半15番から15、16、そうですね、がかなり鍵になるかなと思います。まあ、とにかく、ナンバー3、ナンバー13、ナンバー15、ナンバー16はちょっと罠満載なんで、はい、なんとかしのいでですね、イーブンパーで以上の成績で、というか今は何回もあったっけ、4回か、まだアンダー出したことないもんだ。ないですね、イーブンが、イーブンが最高だもんな、ね、うん、イーブン、そうですね、72、74、75だから、もうちょっと記念に2アンダーか3アンダーぐらいで今日のパットの勢いがあればいけると思うんで、頑張ります、頑張って2時につながるようなラウンドにしてほしいなと思います。はい、ということで明日ティータイム何時だっけ、12時20分だっけ、分忘れんなよあの20分なんと、ゆりか選手2日目のティータイムを勘違いして遅刻しそうになって、2人で汗かいて走りまくって、あのティータイムに、ティータイム、あのティーグラウンドに行ったのを覚えてますが、明日はそれがないように12時20分、何番ホールだっけ、10番だっけ、10番スタート、はい、ということで、頑張ってください。ありがとうございます。明日幸せなコメントが撮影できるように、そうですね、頑張ってください。笑顔で、はい、はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。はい、たった今試合が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。18番グリーンを背に最終コメントを取ってます。ポピーポンド飛び込んでほしいけど汚いんで勘弁してあげます。タイマー選手おめでとうございました。ありがとうございました。二次予選に行くためのカットラインが、去年5オーバーだったんですが、今年はレベルが上がって1オーバーになりました。タイナ選手、昨日の貯金が見事に効いて今日は2オーバーでしたが、トータルイーブンパー、フロリダ行き決定です。やったー今日のゴルフはどうだったでしょうか。はい、もう本当にこう苦しくて本当にずっと耐えながらのゴルフだったんですけど、それで竹内さんもそうですし、自分自身を励まし続けて最後まで頑張って耐えてこれたと思います。また歌歌ってたね。歌歌ってました。歌歌ってた、ね、昭和の歌謡曲そうなんだ、はい、7番ホールで下りのパット 1.5 メートルぐらいオーバーした時には心臓が縮みましたすいません、もう入れたいって気持ちが強い。でもちゃんと返しをビシッと決めて、なんかもうナイスボギーと叫んでしまいましたということでリンゴルフから勝ち上がって、6月にまた勝ち上がって、
で、QT1G 本戦に来て見事合格、カットラインより1台よく、フロリダ行きが決まりました。残念ながら私は訪日するので行けませんが、ママと楽しんできてください、フロリダ。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。